死亡団事件は、1930年代に、北家教系統の新宗教、日連会の青年部、日連会順教習青年党をめぐって発生した、一連の相乗事件。1933年7月2日に、集団で、死のう死のと叫びながら行進して逮捕されたことに、橋を発し、当初は、死亡団事件は、この事件のことを指していた。 しかし、約3年半後の,の1937年2月17日、彼らのうち5名が国会議事堂など5カ所で滑覆を図る事件が発生するに及び、一層大きな衝撃を社会に与えた。そのため、この滑覆事件をもって死脳弾事件と称することが多い。なお、事件当時の漢字、金表記に従えば、死なう事件となるが、本稿では新漢字。 新仮名遣いで死脳団事件とする。日蓮会は東京府江原郡鎌田村出身の江川桜堂、本名江川忠春が1927年に創立した新宗教である。非正宗教の大敗、そして国家権力に対する日蓮州の妥協的態度に激しい怒りを覚えていた江川は日蓮州の協議の一切を廃止。 日蓮商人に直参すると称して、日蓮の異文そのものを協議とする団体を形成、自らは名手に就任した。彼らは、鎌田に建設した日蓮会館を拠点として、積極的に辻説法を行った。発足当初は、勉強会に近かった日蓮会であったが、既成宗教を足ざまにののしる、その布教活動は、大衆の人気を博し、 信者に加わる者も,も現れ始めた。最盛期の1931年頃には500名ほどの信者を擁していたとみられる。しかし1932年に入って組織を揺るがす事件が発生した。建設業者の愛人の女が日蓮会館に入り浸るようになった。説法には関心を示さず、名手の江川を連れ出そうとする彼女を見た信者らは、 彼女が江川を垂らし込もうとしていると噂した。江川は彼女の家を訪れ悟そうと試みたが、それを知った建設業者は屈強な部下達を会館に送っては、よくも俺の女に手をつけたな、江川を出せなどと怒鳴らせるという嫌がらせを必要に言った。会員らの中にはこれに恐れをなして、あるいは名手の乱れた女性関係を信じて失望し、 脱会する者が続出した。1933年1月、日蓮会の新年会に出席した若者らは、このままではいけないと口々に言い合った。現状への不満を募らせた彼らの出した結論は、青年部の結成であった。笑顔に忠実で、かつ先鋭的であった、若年層の面々は、結成が決まると、直ちに決明書を作成し、これに欠板を押した。 彼らが行動の柱に据えた、不釈信明の理念は、しかし時を減るごとに、本義から乖離し、死ぬこと自体を目的としたものに変質していく。後の悲劇の前兆であった。宣言。我が祖国のために、死なあ。我が主義のために、死なあ。我が宗教のために、死なあ。我が名手のために、死なあ。我が同志のために、死な,あ死なあ。日蓮会青年部。 以上のような宣言を立てた江川と青年会員らは皆で死のう、死のう、死のうと繰り返し叫び、頭水に浸った。翌月、青年部は日蓮海巡教習青年党と解消された。同党は後に死脳団として世間の注目を集めることとなる。1933年6月、江川は殉教地里行を行うと青年党員に発表した。 鶴岡八幡宮に祈願した後、全国を説法をして回るというものである。結航の日は7月2日。翌3日に鎌倉で江川と合流し、総勢28名で安件を行うことが決められた。参加する党員は家族に別れを告げ、会社勤めをしていた者は職を辞して、これに臨んだ。江川によれば、それは永遠に目的はなく、生還も起さない旅であった。 しかしこの度は永遠どころか、当日のわずか1日で頓挫する。午前10時、横浜市の杉田梅林に集合した青年党員らは、鎌倉へ向かって行進を始めた。白い羽織に黒い袴、貸し棒を持ち鉢巻を頭に巻いた集団が、太鼓を叩いたり口々に、死のうと叫んだりしながら練り歩く様を、人々は奇妙に思いながら見ていた。やがて、 党員らを尾行する影が現れた。通報を受けた、私服警官である。その夜、逗子市の桜山で野宿をすることにした彼らを警官隊が襲った。拘束された党員らは、2台のバスに乗せられ、早間署に連行されたが、当初は何も悪いことはしていないのだから、すぐ釈放されると考え、取り立てて、深刻には受け止めていなかった。だが、 取り調べは彼らが考えるほど甘くはなかった。折しも決命団事件や5.15事件が世間を賑わせていた。葉山署から報告を受けた神奈川県警は、特別高等警察課の前回に非常固集をかけ、県内各署の警官を動員して大々的な捜査と非常警戒を行った。7月3日には、日連会館をはじめとする20カ所を家宅捜索し、 書類やメモを押収した。7月4日、江川が鎌田署に出頭。取り調べを行う警官に対して、江川は日連主義について順々と解き、彼らの活動について理解させようと試みた。それは取り調べに答えるというより、不信人者に説法を行うという風情であった。いくら取り調べを行っても、党員らは知らぬと繰り返すばかりで、 犯罪につながる証拠は上がらなかったため、過劣な拷問が始まった。殴る蹴るの暴行や、火のついたタバコを全身に押し当て、あるいは力任せに髪を引っ張っては振り回す。女性は裸にされ、他の警官らの見ている前で胸を揉まれたり、陰部を触られたりといった、激しい拷問が行われた。この拷問に耐えかねた三人の党員が、天候を制約して釈放された。8月、 江川井加護名は、検事局へ身柄を移され、他の者は釈放された。創建された彼らは、自身に小金町徘徊の容疑がかけられていることを知る。小金町とは、横浜市の遊郭であるが、彼らは小金町に行ったことがなかったとされ、これは、明らかな捏造である。また江川は、 検察の意図が秘密結社を組織したとして治安維持法違反の罪を負わせることにあると悟った。9月10日、江川ら5人は横浜刑務所から出所した。会館に戻った彼らを待っていたのは党員数の激減という厳しい現実であった。たまには顔を出すと語った者まで含めても50名程度となっていた。この間、新聞各紙は事件を 戦場的に報じた。国威に、白馬鹿まで、死のうと叫ぶ奇妙な集団の話題は、地元新聞にとって、格好の素材となった。テロ邪教黒小族の一体昭和回帰の出現など、幾分興味本位で事件を取り上げた。その数日後には、テロの確証が上がらないことから、飛んだ人騒がせとして一旦は沈静化する。しかし7月19日、 捜査に進展がなかったにもかかわらず、陰謀発覚と全国紙が一斉に報じた。西園寺金持や田中里志学、瀬尾義郎などの抹殺、増上寺や美信山の焼き討ちを図ったとされた。単なる宗教団体として片付けられたはずの青年党は、ここに来て、再びテロ集団となった。日連会決命団、決命日連会集団、 日蓮会決命青年部のように彼らを決命団になぞらえる記事も多かった。そしてこの頃、死の団なるなが当人の意思とは関係なくつけられる。これらの用人暗殺計画は警察側の調書に基づき報道されたものだが、後に事件を取材した穂坂正康はテロ計画は全くなかったと結論し、決起に流行る一名の男が増上寺焼打ちを 計画しただけだとしている。なお、焼き打ちの計画を知った江川は、男に無線飲食の罪を着せるという手荒な手段を用いて、計画を止めさせているが、計画を狂わされ結婚日を留置場で過ごす羽目となった男は、日蓮会を去った後もこれを諦めず、ついに捕獲されている。江川は、多くの女性信者と関係した上、金銭を搾取していると書き立てる記事も目立った。 公職館の名手桜堂などの戦場的な見出しが連日紙面に踊り、日蓮会の社会的信用を著しく傷つけた。釈放された江川は10月16日、横浜検事局に赴いた。江川は特効課長を不法監禁で告訴。また、彼に同行した女性は、娘が受けた拷問の屈辱を晴らすべく、娘の目にで10名余りの警官を人権蹂躙。 不法監禁及び障害で告訴した。その一人のいまいちよは拷問による PTSD を被っていた。警察側は新聞の取材に対し事実無根だと主張したが、裏では江川らに告訴の取り下げを依頼した。江川がこれを拒否すると、会館を怪しい人物が訪れるようになる。彼らは入れ替わり立ち替わりやってきては告訴取り下げを忠告したり、 あるいは脅すような口調で迫ったりした。その頃、検事局は、原告の女性の臨床鑑定を行い、他の党員からも状況の聞き取りを行うなど、事実関係の解明を進めた。しかし、11月11日には、近く提出されるとされた、鑑定結果が実際に提出されたのはそれから40日後のことであり、しかも公表されることはなかった。またこれと前後して、 特攻下の取り調べを推進する検事が異動となる人事が行われた。事態は江川らにとって不利な方向に傾き出した。1934年1月、警視庁は鎌田署の巡査を会館に発し、連日監視することを決めた。翌月には神奈川県警が二人の警部を直接会館に送るようになった。うち一名は江川の義系であったが、 情に訴えようと試みたのかもしれない。彼らは連日江川と交渉したが、県警の出す条件に不信感を抱いた江川は、ガンとして国訴取り下げを拒み続けた。事態は打開せず、警察部長が交渉に乗り出すようになる。7月、警察部長が日連会に自筆の詫び状を提出するが、筆跡が異なっていたことから、江川は激怒。交渉は、 平行線をたどり続けた。9月、事件の最初の報告書を書いた川崎署の特攻主任が、滑腹自殺を遂げた。鎌倉の山中で発見された遺体の脇には、事件の責任を取る胸が記された遺書が置かれていたという。県警の特効課長は、事件との関連性の否定に努めたが、世間はそのようには受け止めなかった。警察側は交渉を急いだ。 時短金として1000円が、それが断られると2000円が提示された。しかし、日連会側は金では動かなかった。9月16日、江川らは不起訴処分が下るのを覚悟の上で交渉を打ち切った。満行の怒りを込めて、馬鹿野郎。一切の交渉を断り去る条項などと書かれた文書が交渉を行った警部補らの郵便受けに投函された。 果たして3ヶ月後、横浜県事局は特攻会員の不起訴処分を決定した。江川らは広告状を提出したが、無駄であろうことは予想がついた。1935年2月3日、第67帝国議会本会議で、声優会の衆議院議員、久山智之が、党員に対する特攻の拷問について質問。国会で取り上げられたことにより、事態を、 重大死し,した警視庁はすべての党員の動向を監視することを決めた。党員の実家にも警官が繰り返し訪れた。会館に寄りつく者には必要な職務質問を行った。同年9月、控訴院が広告状を帰却。事件を法廷に持ち込もうとした彼らの望みは立たれた。1936年6月、江川原は会館に常駐する警官を排除し、 ガシ殉教の行と称する老状生活に突入した。会館にこもって、商題を,をしたり、書者をしたり、等の主張をまとめて製本したりしながら、日々を過ごす。食事は、わずかな塩や飴玉であった。外部の者が会館に入ってこようものなら、それが、警官のみならず親族であろうとも、即座に、集団自殺をする運びとなっており、その順番と手順も決めていた。 天津さえ彼らは不守備に終わった場合に備え、8000人分の致死量の生産狩りまで用意していた。しかし2ヶ月余りのち、江川の兄が死去したことにより、合死殉教の行は中断した。党院数は十数名にまで減少していた。財政的援助もままならず、彼らは次第に急乏していった。日々の食事にも事欠く逆境の中、 抗議の自殺をだ高に主張する者が続出したが、江川は死んではならないと痛めた。しかし、逃走手段の一環であった、死は今や多くの党員の間では目的と化していた。彼らの意思は固く、江川は次第に制しきれなくなっていく。翌年2月のある朝、実質にこもっていた江川に、党員5名が自決の請願書を提出した。江川は悩んだ末、 自決すれば、残りの者は自殺ほ助に問われ、組織が崩壊するとして、死なない程度に、刃先で腹を切るのみに止めるよう言った。それを聞いた党員らはあからさまに不満げな表情を浮かべたが、江川は、今は、その時期ではないと、流行る彼らを説得した。しかしこのわずか数日後、彼らは、自決を決行することになる。滑伏した。 団員1937年2月17日、正午過ぎ、宮城前広場に、一人の男が現れた。死のうと書か,かれたビラを大量に巻いた32歳の、その男は、突如持っていた担当で腹をかき切り、通行人に発見されて、日比谷病院に搬送された。同じ頃、竣行したばかりの新国会議事堂の前に、タクシーが止まった。 車から降りた二人の男は二手に分かれ、一人は首相官邸に向かった。もう一人は議事堂の周りを歩き始めたが、突如警備の目を盗んで鉄尺を乗り越え、正面玄関に向かって走り出した。男はビラを巻きながら、死のうと繰り返し絶叫した。気づいた警官や憲兵が駆け寄ってくると、男は立ち止まり、取り出した担当を己の腹に突き立てた。 首相官邸を目指した男は、目標が見つからず焦りの色を見せたが、やがて意を決してある屋敷に入り、玄関脇で滑腹した。傷を負いながらも満足げな顔をしていた男は、この屋敷が外務次官邸であったことを病院で聞かされると、無念の表情を浮かべた。また12時45分頃、警視庁正面玄関ホールに現れた22歳の、当院が、その場に正座して、 活服を図っているところを特別警備隊の巡査に取り押さえられた。2時20分頃には27歳の党員が内務省3階の便所で腹を切り、発見した主営によって医務室に運ばれた。5名の男はこうして都内5箇所でそれぞれ腹を切った。ただし、上述の通り彼らは笑顔に従い、刃先だけしか出ないよう細工は施した担当で切腹したため、 いずれも致命傷は負わなかった。新聞は再び大きな騒ぎを起こした死脳団を後期の目であるいは気味悪げに報じた。同日21時頃、二人の女が歌舞伎座4階の立ち見席から死のうと叫びながら大量のビラを撒いた。銀座の街頭でも女が、また品川駅に向かう電車の中でも男がそれぞれビラを撒いた。警視庁は直ちに 日蓮会館の捜索に乗り出した。留守番役をしていた者やビラを撒いた者が身柄を拘束された。3月3日、第二子の久山に付き添われて、江川が警視庁に出頭。申し訳ございませんと頭を下げた江川に対し、特攻部長は制業に勤しむようさとして釈放した。生来病気がちであった江川は、六膜炎や中耳炎を悪化させ、 さらには結核を併発していた。日に日に衰弱する江川を残った党員は東大病院に入院させた。彼らは無理をして治療費を捻出し、江川の療養生活を支えた。しかし病状は一向に良くなる気配はなく、医師も見放すほどであった。1938年3月15日、江川は日蓮会館で死にたいと病の家のまま退院。 5日後の3月20日早朝に死去した。時に33歳であった。これと前後して、信者らの巡視が相次いだ。まず、死に行く江川を悲嘆した女が制裁狩りを飲み自殺。また、江川の死去した日の午後、先に警視庁で切腹を企てた男が江川の老いの家で精酸狩りを飲んだ上、滑腹して吐けた。その5日後には、 女性信者2名が猫いらずを飲み、帝国女子医学薬学専門学校付属病院に運ばれたが死亡した。同年6月10日、宮城前広場で腹を切った男が、千葉県竹岡に向かう定期船、湘南丸に乗り込んだ。甲板に立った彼は、沖合4キロメートルに差し掛かったところで突如、死のうと叫び、ビラを巻きながら、海中に没した。遺体はついに発見されなかった。 同年7月、日連会館は取り壊され、死のうは完全に壊滅した。現在の横浜地方検察庁。戦前戦中の検察は裁判所の一部門だった。官報号外第67回帝国議会衆議院、議事速録、第1 5号国務大臣の演説に対する久山君の質疑、衆議院、2013年5月1日閲覧。 現行法を紐解くまでもなく、我々は憲法の保障によって生命財産の安黒を得ている。その憲法の保障も刑事訴訟法もこれを適用することができないのがこの残酷なる人権蹂躙の事実なんだ。私はこの数の多い人権蹂躙の中から最も代表的な守備一貫したる問題をここに提供いたしまして、諸君のご参考に供するとともに内務、 司法領大臣のご意見を拝聴いたしたいのであります。その事件は何であるかというと、世に、これを、品なう団事件という、この事件は、かぐる昭和8年7月2日に、神奈川県の図司におて発端している。こういう事件が、神奈川県警察部の特効課の警官によって、行われている。私は、この拷問の事実を、果たして内務大臣はご承知であるかどうか。 この点を受けたまっておきたいのであります。ありがとうございます。